竹内たまりです。はい、今回はですね、ドドン、目の前にもある通りクリスピークリームドーナツを買ってきました。しかもなんとなんとなんと、みんな聞いて、今日新商品です。これ今日からあの新発売されたこの3つ、ここか、ここの3つが新しくて2個ずつ買ってきたので、ちょっとまずね、ご紹介からさせていただきます。まずはですね、こちらスイートアメリカハーシーズ、ハーシーズだそうです。カタカナ苦手。お次はこちらです。スイートアメリカオレオです。スイートアメリカオレオ、多分ね、スイートとアメリカを多分つけたいんだろうね、きっと。多分アメリカンな感じがすごく漂ってるので、きっともう見ての通りオレオです。もう、うわうまそう、うわー、早く食べたい。はい、じゃあ次です。スイートアメリカ M&Ms です。 M&Ms ね、あのあるじゃんみたいなキャラクター、あの子すごい、赤の子とか緑の子とかね、可愛いやつ。私もあのチョコすんごく好きで、海外のお菓子なんですけど、あれよくお姉ちゃんが食べておりました。プリン風味だって、美味しそう。じゃあちょっと早速食べていこうと思います。レッツラゴー。私ね、あのドーナツ屋さんって結構何個かあるじゃないですか。ミスドとかだったりとか。自分はあのクリスピーが一番本当に好きで、ちっちゃい頃からずっと食べてるんですよ。待って待って、もう早速食べよう。まずは何から食べよう。ちょっとこの子から食べます。 M&M's、 本当だ、ちゃんとチョコ乗ってんだけど、かわいい。しかも私が好きなパラパラちゃんが乗っかってます。いただきます。これね、今回ね、ドーナツの生地にプリン風味のチョコレートコーティングだって。なんかプリンの味するわ。おいしい。今日まだね、何も食べてないんですよ、実は。生理期間入ってるんですけど、ダイエット中で、昨日とかも全く食べれなくて、逆にめっちゃ爆食する子とかいると思うんですけど、私結構お腹が痛くなっちゃうタイプなんですね。お腹が痛くなると食べたくなくなっちゃうの方が強くなっちゃって、昨日も特になんか、まあでもサラダとスーゼリーみたいなやつを飲んで、昨日は一日終わらせました。なんか生理期間の方が食べない。うん、クリスピーで私一番好きなのがあって、チョコスプリンクルがすんごく好きなんです。もう本当に大好きで、高1の時とかもう毎日行ってた期間があったんですよ。すんごくずっと食べてたんですけど。次はスイートアメリカハーシーズを食べようと思います。これです。なんかさ、このチョコレートすごく好きなんだよね。あ、ビターチョコか。甘さ、なんかあんまりだって控えめらしい。なんかいただきます。うん、うん、確かに。え、待って、おいしい。え、待って、これ期間限定なの？え、やだね、みんなこれ期間限定だって。え、待って、久しぶりかも、チョコスクリンプルと同じくらい好きになる子が。え、美味しい。ん、甘さ控えめのチョコクリームが上に乗ってるんですよ。滑らか、カスタードみたい。うん、実は前に、2週間前かな、コントに出たんですけど、マネージャーに言われて、やってみるみたいな。じゃあ出ますってなって、うちは思ってたステージと全然違くて、タラと一緒に出たんですけど、ガチな女優さんたちとか、なんか参考にしてくださいみたいな動画を送られてきて、で見た時にガチ泣きしてる人とかいて、でもって、うちまだお稽古もしたことなかったから、興味はあるけれど、人の前に出ると上がり症が出ちゃうから、ん？どうしようみたいな。もうずっと、もうめっちゃ嫌いだったんですよ、それが。顔が一人一人ちゃんと見えるからこそ、怖くて。普通にサラと私は、ファンの子たちとかに会うイベントなのかなとか思ってたんです。そしたら、
演技コンテクス、演技コンセプトじゃないわ、コンテストだ。え、そうなんだと思って、あのすごく心臓バクバクだったのまあでも結局ね、1部と2部であったんですけど、1部やっちゃえば2部いけるなって思ったんですけど、事前に考えてなくて、皆さんセリフとか考えてたのに私とサラだけ考えてなくて、アドリブでやったんですけど、緊張して多分演技もうただ演技というよりかはただただ喋ってただけなのかなって思って、お笑い芸人さんとかと一緒にペアになるみたいな感じなんですけど、初めてやって、なんかこういうなんか人が笑ってくれるのってすごくいいなって、お笑い芸人さんのちょっと一日試してみたんですけど楽しかったです。本気告白みたいな、もう今思えばもうじわるんですけど、すっごく笑えてきちゃうの。だってあんな大勢の前でさ、一人でさ練習もしてなくて、あの台本とかあれば絶対かっこよくできたよ多分ね、みんな。もうでも自分はもう無理もうすごかったの、とりあえず。うん、でもすごく楽しかった、いい経験になったんじゃないかなって思います、自分の中で。あのね、聞いて、しかもこのコントで第2部でサラが2位取ってて、1位と2位があるんですけど、2位取っててんって思って、もね、すごく可愛いし演技もねすごくお上手だったので、すげえサラって思ってました。ちょっと待って、ちょっとしょっぱいもの食べたい、せんべい持ってくる、食べたいから食べさせて。そしたらね、次はオレオ、こちら。うわ、うまそうじゃない？オレオ、ぐっぐっし、ぎっしぎしに入ってんの。いただきまーす。うん、オレオだ。うん、うん、このクリームってオレオの中身のやつかな、だよね、きっと。なんかね、オレオ好きな方絶対おすすめだと思います、これ。おいしい。なんかここ最近ね、3キロ落ちたんですよ。いつから始めたかちょっとよく覚えてないんですけど、サラダ生活をずっと続けてて、まあでも美味しい、好きなものは食べていいけど満腹には食べないくらいに、満腹にはしないお腹で筋トレをするようになったんですけど、そのせいか胃がちっちゃくなっちゃって、もう今生理突入して、で生理って女の子ってリバウンドもすごく激しいんですよ。プクってなっちゃうときプクってなっちゃうしね。すごく嫌で、同じ気持ちの方いるんじゃないかなって。私ダイエットで大事なことが、多分目標がないと、本当に何かの目標がないとマリ絶対動かないんで本当に絶対動かないんですよ。1週間持つはずがない私がって思ってて、本当にそのそれより食べる欲より、私はその目標を頑張って達成したいと思って今頑張っております。うん、うん、ふん。もうこの3食はちょっと食べれないので、リゾーとかサナオとかに1個ずつあげようかなって、おすそ分けしようと思います。食べた、美味しい。今日ね、一番好きだった味が、この子。スクリンプルが乗ってるやつ、多分私すごく好きなんですよ。美味しい。みんな食べてほしい。しかも、風味のプリンがすごく美味しいです。今、髪色一緒だし。そこ関係あるかって話なんですけど、すごく美味しかったです。皆さんもね、ぜひ、クリスピードーナツ行ってみてください。はい。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので概要欄に載せておきます。それではみんな、グッバイモンモン。